皆さんどうもこんにちは、グレイブです。久しぶりの動画投稿、まあ12月末のね動画投稿なんですけれどもね、早速ね新シーズンが来たのでね、まあ今更もう新シーズンが来て何日だろう、3日4日ぐらい経ってるんですけどね、やっていこうと思います。新しく来たガチャがね、まずね、はい、後半コラボメダルということで、まだね私は1体もゲットしておりません。なんとですね、まだ1体もゲットできておりません。で、リゼロ、これ新ガチャですね。新ガチャが来ておりまして、これは9、9ガチャですね。第1弾の、第1回ね、初めてコラボした時に、この3体がいたんですけれども、なんとね、私は、どれぐらいかかったかな ?100 万、いや、90万ぐらいで 3体ね、スキンチェンジできたと思います。で、はい、これも新シーズンの新しいスキンということでね、はい、皆さん、クリスマスシーズンの青鬼オンラインといえばね、ステージ内に何かが起きているんです。それをね、ちょっとね、はい、確かめに行こうと思います。それでは、100インサバイバルに行きたいと思います。はい、それではね、やっていこうと思います。このようにね、はい、ステージ内に雪が降ってるんですよね。青鬼オンラインはね、クリスマスシーズンの時のみにね、こうやって雪が降るんですけど、この雪のエフェクトがね、個人的に気に入っておりまして、まあ、特にね、気に入ってる理由とかはないんですけど、まあね、今年もね、冬が来たなぁと感じられるような、ね、これ、なんと室内にも雪が降ってます。これ、どこにもね、雪のエフェクトがついてくるんですよね。はい、室内に入っても、このように。いや、すごいよね。個人的にはね、この雪のエフェクトはなんかもうずっとついててほしいぐらいまではあるんですけど、さすがにね、夏に雪が降ってるのはおかしいので夏に雪が降ってるのはおかしいのでね、クリスマスシーズンに合わせたいいエフェクトだと思います。さあ、青霧が来てますね。ここのステージはね、上からここの早い段階で来たら、これ真ん中、俺どこだろう、これわからないよ、まだちょっとまだわからないけど、室内なのは確かだね。で、感染鬼がいたから、その感染鬼から逃げるようにして室内に入っていく。でね、感染鬼がいるここのステージでは気をつけたいのがね、あの出会い頭しやすいんですよね、出会い頭なのでね、あのなるべくね、ここの階段付近に近寄らないように、近寄る時もね、あまり近づかないように来ましたね。近づかないようにするのがね大事です。おそらくこれ下なのかな、ちょっとどっちかまではまだわからないけど、下に行きましょう。まだ判別がついてない。多分ね、ここだと思うんだよね。左右どちらか。さあ、どうなるんでしょうか。いや、来てる来てる来てる、青霧来てるけど、どっちだろうこれ。いや、左っぽいな、これ左だな。ちょっとガスマスク使っちゃったけど、左だこれ。いや、やばいな、ちょっと青霧使っちゃったのがあまりにももったいなさすぎるな。ちょっとこれで感染鬼じゃなくて普通の鬼が来た、普通の鬼が来た。ちょっとやばくない、そこで止まるのはやばくないか。ちょっと待って、動いてくれ動いてくれないとそこで困るぞ、めちゃめちゃ。いや、動いたけど今動くべきじゃない。間に合うかこれ、間に合ったけど、ローラースケートか、これローラースケート、あ、ガスマスク出たね。よしよしよし、これガスマスク出たんで、あとはここでね、耐久して勝つことができれば。感染鬼が向こう行ったね。これ勝ったか、うん、勝ちましたね。はい、なんとか青鬼が達成できました。もう一戦やっていこうと思います。はい、続いてはね、はい、ガチバトルやっていこうと思います。え、ちょっと待ってね、雪が降ってない。雪のエフェクトがねあると思ったんだけど、ないですね、ガチバトルにはね。正直ね、降ってほしかったんですけど、おそらくね、青逃げ V の方にも降ってないとは思います。なので、100人サバイバル限定で、あの雪のエフェクトが見れるといった形になってますね、これね。で、ガチバトルを早速ね、攻略していこうと思うんですけど、ここのステージは最初にね、ウイルスが出てこないので、要するに運要素がある強いんですよね、ここはね。さてと。大体どこにいた方がいいっていうのがだからないんですよね。ふわっティだったらね、このステージは広いから、なるべくキルされないように。
だけど、あったね。完全に運要素があるので、やっぱりここは近くにいる敵から、いやそっちに行くか、まっすぐ行くか、まずいぞ。右上にはプレイヤーがいたはずだからな、行きづらい。でも取ってない、取ってなさそう。取ったかな。おー、ふわっと生きてた今。上に入手してたみたいだね。さあどうするか怖いなこれ、めちゃめちゃ怖い。あ、できたね。さあどんどん倒していく。あー、倒せないか。倒せると思ったんだけどな。上にあったっぽいね今。上にあったから、やばい、引っかかってる引っかかってる。倒して、さあ残り4人、あっという間に残り4人だぞ。これはちゃんと勝ちたい。最近ね、その12秒、魔王鬼とかよりもね、フワッティの方が個人的に使いやすいなって思ってるんですよね。フワッティは何ていう、操作は確かにしづらいんですけれども、あーそっちか。そう、この2分の1を外すのがね左右どちらに行くのかっていう、多分こっちじゃないかな。多分これ自分しかウイルス見えてないのか、もしかして。それだったら申し訳ないんだけれども、もしあそこにもう一回降ってきたらあれだけど、あ違うね、ちゃんと別のところに降ってきたってことはみんなウイルス見てるはずだよね。やばいやばいやばい。さあウイルスがたくさん降ってきたぞ。よし、これで、いないか。今 いないかって言ったけど、いたんだよないたんだよな、普通に上にね。ちょっとあまりにも怖いってこれ。あ、閉じ込められた。よしよしよし、バッティでなんとか。どこにいる？どこにいる？危ない危ない、やられるところだった。いや、これ間に合うか。多分ね、ここだよね。間に合え。あー、間に合わなかったか。これはダメだったね。はい、毎回こういうやられ方をしてるような気がするんですけれどもはい、でね、はい、今回はねこの辺で終わっていきたいと思いますね。終わる前に言いたいことがあるんですけれどもね、今ならなんとね、ログインするだけで青銭が6000枚もらえるので、青鬼オンラインを最近ログインしないとか、今日はまだログインしないという人はね、ログインしてみてください。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。